コベントガーデン、コベントガーデン、コベントガーデンは、ロンドン中心部シティオブウェストミンスター中に存在する、地区。チャリングクロスから500メートルほど北に位置する。商店や、娯楽施設が立ち並び、常に、人混みで賑やかな場所である。ロイヤルオペラハウスを指して、コベントガーデンと称することもある。地区の周囲にはハイホルボーン、キングスウェイ、ストランド、 チャリングクロスロードなどの道路が縦横に走っている。16世紀から1974年に、イタリマでは野菜や果物の卸売市場が置かれていた。市場は、テムズ川の南岸内にエルムズへと移転され、跡地はショッピング街として再開発されている。ローマ帝国において、ロンドンがロンディニウムと呼称されていた時にはすでに人が居住していた。 イングランド国王ジョンの時代にコンベントガーデンと名付けられたが、時代が下るにつれ現在のようにコベントガーデンと書かれるようになった。当初はミドルセックスにおいて、東西をセントマーティンズレーンとドゥラリーレーンに、南北はフローラルストリートとチャンドスプレースからエクセターストリートを経て、オールドウィッチに至る線に囲まれた40エーカーほどの地域が領域であった。 中世にはこの地区は、ウェストミンスター大修道院の食料をまかなう野菜畑として利用されていた。それから数世紀は、修道院のみならず、ロンドンの住人が食べる野菜類はこのコンベントガーデンで作られていた。ウェストミンスターの修道院が食料を独占することを批判する声も時折上がっており、ヘンリー・パッセイは1540年に総院と所有地の解体を宣言している。 土地は海軍総司令官を務めたラッセル男爵ジョン、後のベッドフォード博に与えられた。父の遺言を受けてエドワード六世は残りの土地を1547年にお父である初代サマセット公爵エドード・シーモアへと贈与し、シーモアはストランドの南にサマセットハウスを建設した。1552年にシーモアが反逆の罪で断首されると土地は改めて シーモアの没落を手助けした貴族贈与された。ベッドフォード博へと譲渡された40エーカーほどの土地は、ランドパテントにより認可され、ルコベントガーデン及びザ・ロングエーカーとして知られている。近世におけるコベントガーデンの歴史は17世紀に第四代、ベッドフォード伯爵フランシス・ラッセルの手により土地が再開発された際に始まる。イングランドにおける初期ルネッサンスを代表する、 建築家であるイニゴ・ジョーンズにより市場が設計された。地区はロンドンにおける食料市場として芝叩く間に発展を遂げ、1666年のロンドン大火でロンドンの東に存在した市場が消失したため、イングランド最大のマーケットとしての地位をかっこるものにした。商品はテムズ川の水運を利用して運搬されていた。市場は活気で溢れ、 商人や買い物客を狙った娯楽も盛んとなった。人形劇パンチとジュディが初めて言及されたのは風変わりかつ詳細な記書として知られるサミュエル・ピープスの日記中においてである。彼は1662年5月にコベントガーデンの広場で人形劇を見たと記している。現在ロンドンでストリートパフォーマンスが許されているのはコベントガーデンだけである。 1960年代になると、周辺の道路における交通渋滞がこらえがたいほどになり、市場へ商品を運び込むことが難しくなってきた。1973年に内務大臣のロバートカーは、市場周辺の建物を指定建造に指定し、過度の開発を食い止めようとした。しかし、翌年市場は3マイルほど、南、 テムズの南岸に位置するナイエルムズへと移転することを決定し、ニューコベントガーデンをそこに建設すると発表した。1980年にコベントガーデンは大改造を受け観光客を対象としたショッピングセンターへと生まれ変わった。付近にはロンドン交通博物館やロイヤルオペラハウスなども立ち並んでいる。ジョージ・バーナード賞の擬曲ピグマリオン中ではオペラが終わりタクシーを待つ。 主人公、ヒギンズ教授が花売り、イライザ・ドゥーリトルと出会う舞台となっている。ピグマリオンをもとにしたミュージカル、マイ・フェアレディにおいても、この場面は描かれており、映画版では、オードリー・ヘプバーン演じる、主人公は、コベントガーデンでのを手に取り歌っている。1950年代に、映画監督、リンゼイ・アンダーソンは、コベントガーデンを舞台にした短編映画、 エブリーデイエクセプトクリスマスを作成している。この映画では今は失われた市場での半日の様子を伺うことができる。1972年のアルフレッド・ヒッチコック監督の映画フレンジーではコベントガーデンのパブと野菜市場が取り上げられ、普段は果物を売っている連続殺人鬼を主人公として野菜や果物を食べることとレープ殺人との関係が暗誘されている。 ヒッチコックはコベントガーデンで働いていた商人の息子であり、この地区で少年時代を過ごした。市場付近のニールストリートにはパンクロックの聖地であるロキシークラブが存在する。2005年からはハリウッドのウォークオブフェームを真似たアベニューオブスターズが作られている。ロンドン地下鉄の最寄り駅は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。